楽しむ準備はすでに整っていると思いますけれども、改めて聞きましょう。みんな、ショーラン見る準備整っているかい？ Are you ready? もっと声出るんじゃないの？ F1 カーのサウンドに負けないように、みんな、Are you ready?さあ、全長およそ 720m、 コース幅 12m の特設コース。まずはピエール・ガスリー選手が2往復、その後マックス・フェルスタッペン選手に往復します。さあ、準備整いました。レッドブルーショーラン東京、まもなくスタートです。では森脇さん、この後ピットリポートの方もよろしくお願いします。はいはい、さあ、エンジンに火が入りました。いよいよ正液の瞬間、今までかつて見たことのないそのシーンが始まります。いってこい、ピエール・ガスリー、 Here we go!そして人類外縁の周りをぐるりと回るこの部分から U ターン2、ここにコーナーで3、2、おほほ、アクセルターンで見事にアクセルターンで今、タイヤスロープを上げました。さあ、異常な力ストレート、みんなこのスピードに酔いしれ、あっという間に 720m 戻ってきました、ピエール・ガスリー。さあ、ここでもう1回派手にアクセルターン。さあ、2往復目いってこい。さあ、みんなに夢を報告する、みんな F1 カーが走ってるよ、東京都内、いつもみんなが使っているこの道路を、ライブ、オーストラリアグランプリを前にして、今シーズンみんなからパワーをもらう、ピエール・ガスリーのドーナツ、おやや、オーマイガー。頑張ってピエール、オーライオーライバックオーライ、ゆっくり今戻ってるよ。ピエール・ガスリー選手ちょっとやらかしました。大丈夫。さあ、今第2コーナーでもう1回2往復半になりました。2往復で予定をしてください。2往復半、レースは筋書きのないドラマです。シナリオのさあ、そして一応の位置戻ってきたぜ、みんな OK、 Thank you so much、次はマックス・フェルスタッペン行った。フェルスタッペンカーナンバー33、今2コーナーに入っていきます。マックス、まさにその名の通りマキシマムまで、限界まで、素早いコーナリングから第3コーナーから今イチョウ並木ストレート戻ってきました。そしてピットパドックの前では、あの日本のファンにお約束をしていたドーナツを見せてくれるか、ドーナツさん、いや、その前に U ターン、2往復目に突入していきます。いや、圧倒的なこのスピード、まさに車、 F1 カー、ありえない加速、そしてありえないコーナリングスピード、圧倒的なグリップを誇るバックリッチタイヤ、この光景でありますけれども、さあ、いや、ここでマックス・フェルスタッペンが見事
さあそして今今回の実行委員長の古谷さんがチェッカーフラッグを振りました。そしてピットの前、おーおーおーおお、チェッカー振られたのにもう一回アドリブでもう一往復マックスフェルスタムさっき古谷さんチェッカー振ったのにマックスもピエールもで今度は2台でショーラン東京がすごいことになっている。レッドウェイティング、なんと2台がものすごいターンアウト。そしてタイヤスモークを上げて振り返って続いてピエール・ガスリーも今ゼロスタートからものすごいバーンアウトでピットの前に戻ってくる。みんな大きな拍手をお願いします。アストン・マーティン・レッドブル・レイシングマックス・フェルスタッペン・ピエール・ガスリー、すごいよ東京がすごいことになりました。実行委員長の古谷さんもびっくり、チェッカーを振って終わりかと思いきや、なんと2人がサービスでもう1往復。レッドブルレーシングの皆さん、そしてドライバーのお二人に会場のみんな最高の拍手を送ろう。ありがとうございます。